はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は労働環境の変化と課題ということについてやっていきたいと思います。教科書は148ページ149ページになっていきます。それではこの2ページの結論から見ていきたいと思います。働き方が多様化するとともに非正規労働者や外国人労働者が増えてきました。様々な働き方でも生き生き働ける社会になることが必要ですよという話になっていきます。それでは今回、重要語句見ていきたいと思います。2つですね。非正規労働者 B、 外国人労働者 D という形になっていきます。それでは内容について見ていきたいと思います。まあ、今回ですね、まあ、重要語句2つっていうところから、まあ、あまりその大事なそのページではないというふうになるんですけど、特にこの非正規労働者に関しては最近よくも話題になっていて、非正規労働者って何があるの、まあその後から説明するパートとかアルバイト、派遣労働者、契約社員って何なのっていうところはちょっと知っておくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは内容について見ていきたいと思います。はい、まあ前回の話とつながってくる話でもあるんですけど、以前っていうのは、まあ昔ですね、20年、30年くらい前っていうのは、一つの企業で定年まで勤める終身雇用っていうのが一般的でした。大学を卒業して入った会社に40年働き続けて、60歳になったら退職するっていう、まあ終身雇用。まあ基本的には何かその犯罪とかをしない限りは、まあ雇われ続けて、その年度ごとにどんどん、まあ、出世していきますよ。そして賃金は、年齢とともに上昇するっていう年功序列賃金っていうのが多く見られました。なのでとにかく優秀な22歳であっても、まあ言い方悪いですけど、仕事ができない59歳と比べたら、まあ59歳の方が年齢、賃金が高い。20歳からどんどんそこで働き続けると年々そのまあ基本的に何かしない限り、まあ給料がまあ何年か上がっていきますよっていうのが、まあ多くの企業でありました。しかし近年ではグローバル化っていうのが進んでいって、国際競争っていうのが激しくなったことを背景に、労働のあり方っていうのは大きく変化していくことになります。まあその本当ここ数年で、変化している変化であるとも言えます。個人の能力とか仕事の成果で労働条件を決める能力主義ですね。とにかく仕事ができる、とにかく俺は営業の成績を上げれるんやっていう人は自分で労働条件を決めれたり、この時間からこの時間とにかく俺は営業成績を出すのでこの時間の労働でいいですかとかって言ったりとか、成果主義ですね。とにかくこれだけの業績を出したんだから給料上げてくださいって言って、その20歳だけど30歳の人よりも営業成績がダントツにいいから給料が上がるとかっていう、制度を導入している企業も多くあるようになっていきました。本当去年とかですかね、有名企業とかではそのまあ雇用の仕方とかも変えていって、この仕事のこういう人材を募集するとかっていう風な募集の仕方、まあ普通だったら大学卒業した、まあ、22歳の人を、そのまま一括で採用するっていうところが多い中で、大企業とかが、この仕事を欲しいから、この仕事ができる人だったら、何歳でも、若くても、年を取っていても、採用しますよっていうところが増えてきたりとかしています。はい、このように働き方が多様化していく中で、非正規雇用の人っていうのも、増えていくことになるんですね。教科書の148ページの左側にあるんですけど、正規労働者、まあ、いわゆる正社員ですね。まあ、正規労働者っていう言い方も、まあ、ちょっと変な感じもするんですけど、じゃあその非正規労働者、労働者、正規な労働者じゃないのかっていうと、まあ、その言い方として難しいところはあるんですけど、まあ、分け方として、正社員である正規労働者と、それ以外の非正規労働者っていうのがありますよ。で、非正規労働者っていうのは、細かくその働き方で分けることができて、パートやアルバイト、派遣労働者や契約社員っていう、分け方があったりします。はい、パートとかアルバイトっていうのは、一定時間、その正社員よりも短い時間で、働くことで、まあ働き方とか、そういうものを自分で、まあある程度決めることができるっていうものですね。まあアルバイトとかだと、例えば、俺はその週5日間その8時からその6時まで毎日働くのは嫌だから、まあ毎日3時間ずつ働きたい。そして、月水金は休みたいんやっていう風に言って、火、木、土、日を働くみたいな働き方もできるわけですね。まあ他にパートとかですね。まあ正規労働者だったら8時から6時までの勤務なところを8時から3時まで2時間早くすることで賃金は下がるんですけど、労働時間をその短くすることで、例えばちっちゃいその子供がいる、まあ家庭であったり、その、
お迎えとか、料理の準備とかするために2時間短くしたりっていう、まあ働き方を自分で決められる。他にも、この期間契約社員っていうことで3年間5年間とかっていう風に期間を決めて働きますよっていう契約社員とか、派遣労働者って言ってこんな場所で働きたい、こういう働き方をしたい、こういう仕事をしたいっていう風に、まあ、派遣会社っていう会社に入って要求することで、その派遣会社っていうのが、あ、じゃあ何々くんはそういう働き方をしたいのね。だったら、こういう会社が合ってるから、こういう会社に派遣しますよっていう、派遣労働者っていうのがあったりします。まあ、正社員で採用された場合に、自分の働き方とか働く部署って決められないところも多いんですよね。例えば、まあ、大学卒業して正社員になろうってなった、まあ、ある A さんが、葛西株式会社っていうのに入ったりします。で、葛西株式会社っていうのは、車の製造もするし、農業もするし、パソコンも作ったりするし、まあ、いろんな事業をしている会社に、まあ、採用されたとします。じゃあ、その、採用された A さんっていうのは、じゃあ、葛西株式会社で、車の仕事をするのか、農業をするのか、パソコンを作る仕事をするのか、っていうのは、まあ、選べないわけで、もうそこに行けって言われたら、そういう仕事をするわけ、仕事をせざるを得ない。俺全然車とか好きじゃないんだけど、みたいなことを言っても、まあ、仕方がないわけですね。さらに働く場所も、まあ、最近ではその無理な移動することはないんですけど、働く場所も別に絶対こことは言えないわけですね。まあ、葛西株式会社が岐阜に本社があったとしても、海外にもいくつか支社っていう、まあ別の会社があったりするわけです。例えばもうそこの A さんが、葛西株式会社の車部門に配属されました。で、車部門は今、海外で力を入れています。なので、じゃあ、ブラジルに行って働いてくださいって言われても、基本的には、まあ、行かなければいけないっていうところなので、働く場所とか、労働、する部署とかって、割と決められないことが多いんですね。いや、そういうのは嫌だから、自分の働きたい場所で、働く時間とか、働く、仕事の内容とかを決めたいからっていうところで、派遣会社に、登録する、まあ、労働者っていうのも最近増えています。特に資料の方にも左側の資料に書いてあるんですけど、まあ、年々非正規労働者が増えているっていうところで、1996年に比べるとどんどん増えていって、現在でだいたい4割ぐらいの、人たちが非正規労働者という形になっていきます。まあ資料にも書いてあるんですけど、どちらかというと男性よりも女性の方が、非正規労働者であることが多いです。まあ日本の悪い部分というか、割と女性が子育てをしなければいけないっていうところが、なんか昔からの古い価値観であったりするので、やはり子育てをするってなった時に、じゃあ8時から6時まで毎日働けますかっていうと、やはり保育園のお迎えに行ったりとか、料理の準備をしたりとかしなければいけないので、だったら2時間早くする分、子育てに時間を使いますよ。ってなると、正規労働者じゃなくて、パートとかアルバイトに、契約社員とかにするっていう、まあ選択肢を選ぶ人も多くなっています。まあそれぞれ、まあ別にじゃあ非正規労働者が悪いのかっていうとそういうわけじゃなくて、先ほど言ったように、自分で働き方とか働く場所を決められるっていうメリットも、あるんですけど、この後やっていくデメリットもあるわけです。はい。じゃあ、非正規労働者の増加への対応っていうところで、まあ、先ほど言ったメリットと逆ですね、デメリットについてちょっと話していきたいと思います。はい。非正規労働者っていうのは、正規労働者と同じ仕事をしていても、賃金が、低いわけですよね。例えば、先ほど言った派遣社員になった場合に、例えば葛西株式会社に、正社員の A さんと、非正規労働者、まあ、派遣社員の B さんがいたとします。で、例えば同じ車作りの仕事をしていて、じゃあ葛西株式会社の社長である葛西は、A さんと B さんに同じ、まあ、仕事をしているので、20万円ずつ払ったとします。しかし、その給料っていうのは、B さんが派遣労働者であった場合に、派遣会社に20万円払うわけです。ってなると、派遣会社は、そこから、派遣会社も自分の利益を、もちろん得なければいけないですから、2万円とか3万円とか引くわけですね。で、引かれたものが B さんに行くので、A さんと B さんで比べると、直接給料を払っている A さんの方が高くなるわけです。B さんっていうのは、派遣会社を経由して給料が入ってきているので、安くなってしまう。同じ仕事をしているのに、給料が変わってきてしまうっていう、まあ制度上そういう仕組みがあるんですね。
さらに企業の業績が悪化すると契約が、継続されにくいというところで、まあ正社員っていうのは割とその法律で勝手にそのクビにできないんですよね。その会社の成績が悪くなったからクビとかって、まあ外国の会社とかはしょっちゅうそういうことするんですけど、まあ日本はなかなかできないわけです。逆に非正規労働者っていうと、まあその契約社員とかで言って、例えば2年契約とかになっていたりするので、まあじゃあ業績が悪化したから2年後の契約は続けないよってなれば、後でその何十年もその給料が発生する必要はなくなってきます。逆にその成績が良くなってくると、じゃあまた、その派遣者、契約社員の人を雇うかっていうところで、まあその会社としてもいい時にいっぱい雇って、悪い時にその雇わないっていう、まあやり取りができるっていうところで、会社としてもそういうところがあるんですけど、じゃあ働く労働者としてはどうですかって言われると、まあ企業の成績が悪いからちょっと働くのやめてって言われたら、いやいや仕事がないですよという話になってくるわけですね。ってなってくると、やはりその派遣、非正規労働者っていうのは、安定した生活が厳しくて、ってなってくると、正社員との格差が、広がってくるわけですよね。なので、非正規労働者の生活の安定のために、同じ労働には同じ賃金を払うべきだよねっていう、同一労働、同一賃金の実現が求められています。なかなか難しい話ですよね。だったらじゃあ、そのさっきの A さん B さんで言うと、じゃあ A さんと同じ給料にするために、じゃあその派遣会社に22万円払うよってなったら、A さんも、どういうことと。じゃあ B さんにその22万円発生してるなら、俺にも22万くれよっていう風な話になってくるので、まあなかなか制度として難しい話ではあるんですけど、本来で言えば、だって同じ仕事してたなら、同じ賃金ってあるのは、まあ当たり前という風に言えますよね。なのでそういう社会の実現が求められています。さらには失業した時に、備えた生活保護などのセーフティーネットの整備、まあ生活保護だけじゃなくて、まあ雇用保険とかもそうなんですけど、そういう社会保障もしっかりと整えることで、たとえ失業してしまった時にもちゃんと安定した生活が送れるような、まあその整備であったりとか、他にもその派遣会社を例えばその継続されなかったとしても、その特別な技術があればすぐに他の会社に、働くことができるわけですよね。そういった専門的な技術を身につける職業訓練っていうのが求められています。例えば、まあちょっとよくわからないですけど、まあ電気に関するそのスーパーすごい資格を持っていたら、じゃあちょっと業績が悪いから、この会社はちょっと契約を続けないけれどって言ったとしても、スーパーすごい電気の技術があったら、じゃあ、その人働いてほしいよっていう会社はいっぱいあるわけですから、そういった専門的な技術をつける職業訓練っていうのが求められています。はい、続いて外国人労働者に対してですね、2017年現在、日本には100万人以上の外国人労働者っていうのが、いるというふうに言われています。日本の人口が、1億2000万人ぐらいなので、1000人に1人ぐらいですかね。違うか、100人に1人ぐらいですかね。100人に1人ぐらい、外国人の、労働者がいるっていう割合なので、まあかなりの割合で、外国人の人がいるという話なんですね。まあ一般的には、まあその外国人労働者っていうのは賃金が、安く、まあ正社員に比べると賃金が安くて、契約の継続っていうのは、まあ経済の状況に、まあ、左右される。先ほど言ったように、まあその業績が悪くなってしまったら、その契約が更新されなかったりっていうところで、まあ非正規労働者と、まあ同じような待遇であることもあったりする、場合もあります。なので、まあこれからその、まあ日本っていうのは少子高齢化の中で労働人口はまあ少なくなってくるわけですね。ってなった時に、じゃあその誰が働くのってなると、やはりそのまあもちろんそのロボットとかその機械とかに頼っていく面もあるんですけど、それには限界があるので、まあその外国人労働者の人に助けてもらうっていうのも一つの選択肢としてあるんじゃないかっていうふうに言われています。これまでっていうのは、まあ、その全員外国から働いて、その日本で働いてくれる人、全然ウェルカムですよって言って、すべて受け入れるっていうよりは、特別な技能を持つ人に限って受け入れていました。なので、ちょっとまあ、そのガードしていくというか、全部は受け入れませんよっていうふうになっていたんですけど、そうじゃなくて、もっとその、貴重な労働力として、ちゃんと受け入れて、協力してやっていこうよっていう流れも、増えています。はい。そして最後ですね、生き生きと働ける社会の実現です。やはりその前回の授業でもありましたけど、働くって何って言われた時に、自分のその生活を豊かにすることが、目的であるわけですね。仕事が目的ではないわけですから、仕事をすることによって豊かな社会を、まあ豊かな人生を作っていくっていうのが必要になっていきます。そういった中で働きやすい社会っていうのを実現が求められています。ただまあ実際に、
そんな社会ができているのかっていうと、まあ正直難しいわけですね。まあ近年でも女性とか高齢者、障害のある人たちが、まあ採用とか昇進などの面で不利に扱われたり、仕事を見つけ、にくかったりするっていうことがあります。まあ法律でも男女雇用機会均等法とか、男女共同参画社会基本法っていうのがあったりする。さらには男女平等っていうのが言われている、まあ今日でも、女性と男性の、まあ、差別って言ったらなんですけど、正直じゃあ平等なのかっていうと、なかなか難しいわけですね。まあ、日本の女性管理職とかっていうのの割合を見たときにも、やはりその管理職っていう、まあその、出世していく人たちっていうのは、まあ男性の割合の方が圧倒的に多いとか、政治家とかを見てみても、圧倒的に男性の方が多いっていうところで、これって平等なの?とか、高齢者の人たちですよね。高齢者の人たちが働こうってなった時に、まあ、60歳で定年退職にする会社も多いんですけど、じゃあ、60歳で退職して、もう一回じゃあ61歳から働くってなった時に、今までその60歳までの給料と同じ額もらえるのかっていうと、そういうわけじゃないんですね。大体まあ半分ぐらいになるっていうふうに言われているんですけど、1歳しか変わらなくて、仕事も同じなのに、1歳年を取っているというだけで、給料が半分ぐらいになってしまうとかっていう、まあ、そういうことがあったりするんですね。なので日本は今後、人口減少で、労働者不足になるっていうことは、まあ、これはもう確定です。100% そうなっていきます。労働者不足になることは間違いないので、そういった人々っていうのが、まあ、労働に参加するっていうことは、もう絶対必要になってくるわけです。そういった中で、じゃあ、女性が働いた、高齢者が働いたってなった時に、働きづらいよ、生きにくいよ、ってなるよりは、やはり楽しく、幸せに働いていくことが大事っていうところで、そういう社会を作っていくっていうのも、私たち一人一人の大事な役割っていう話になっていきます。はい、というわけで今日は、労働環境の変化と課題についてやっていきました。はい。労働の働き方っていうのが多様化していく中で、非正規労働者っていう人たちが、まあ、近年増えてきている4割ぐらいになっています。まあ、その、契約の違いですよね。働き方の違いっていうのがある中で、やはり同じ働き方をしている、同じ仕事をしている人の賃金は一緒にしなきゃいけないよであったりとか、じゃあ、非正規労働者の人が仕事を失ってしまった時に、ちゃんとセーフティーネットを整備していく必要があるよっていうところで、非正規労働者の人であったりとか、外国人労働者の人たち、もちろん少子高齢化していく中で、日本っていうのは確実に、労働者人口は減っていきます。そういった、どんどん人が減っていく中で、その少ない人たちが厳しい生活をしていくんじゃなくて、少ない中でも幸せな労働をしていく社会を作っていくっていうのが私たちの役割であるというふうに言えます。